沢木隆の百回図鑑より、雪女、鳥山関縁、ガト百鬼夜行より、雪女、水木しげるロードに設置されている、雪女のブロンズ像雪女は、雪の妖怪。別名として、雪娘、雪女子、雪女郎、雪,郎雪姉さ、雪、女、雪ん雪降りばーとも呼ばれる。つらら女、金子り娘、しがま女房など、氷柱に結びつけて呼ばれることも多い。 雪女の起源は古く、室町時代末期の連覇し葬儀奉仕による葬儀諸国物語には、奉仕が越後国に滞在していた時に雪女を見たと記述があることから、室町時代にはすでに伝承があったことがわかる。呼び方は違えど、常に死を表す白装束を身にまとい男に冷たい息を吹きかけて投資させたり、男の性を吸い尽くして殺すところは共通しており、 広く、雪の妖怪として恐れられていた。雪女は、葬儀諸国物語をもとにした、小泉役者、階段、雪女のように、恐ろしくも美しい存在として語られることが多く、雪の性質から、儚さを連想させられる。なお、雪男は、イエティや、ビッグフットの役語として、近代になって付けられたものであり、雪女の男性版というわけではない。伝承では、 新潟県小千谷地方では、男のところに美しい女が訪ね、女は自ら望んで、男の嫁になるが、嫁の嫌がるのを無理に風呂に入れると、姿がなくなり、男が切り落とした、細いつららのかけらだけが浮いていたという。青森県や山形県にも、同様の話があり、しがま女房などと呼ばれる。山形県上野山地方の雪女は、雪の夜に老夫婦のもとを訪ね、 いろりの日に当たらせてもらうが、夜更けにまた旅に出ようとするので、沖縄、娘の手を取って、押し止めようとすると、ぞっとするほど冷たい。と、見る間に娘は、雪煙となって、煙出しから出て行ったという。また、うぶめとの接点も持っており、吹雪の晩に子供を抱いて立ち、通る人間に子を抱いてくれと頼む話が伝えられる。その子を抱くと、子が、どんどん重くなり、 人は雪にうずもれて投資するという。頼みを断ると、雪の谷に突き落とされるとも伝えられる。広崎では、ある武士が同様に雪女に子供を抱くよう、頼まれたが、担当を口に加えて、子供の頭の近くに歯が来るようにして抱いたところ、この会議を逃れることができ、武士が子供を雪女に返すと、雪女は子供を抱いてくれたお礼と言って、数々の宝物をくれたという。 次第に増える、雪んこの重さに耐え抜いたものは怪力を得るとも言う。長野県稲地方では、雪女を雪女と呼び、雪の降る夜に山卯の姿で現れると信じられている。同様に、愛媛県吉田では、雪の積もった夜に雪ん場が出ると言って、子供を屋外に出さないようにする。また、岩手県東野地方では、小正月の1月15日、または、 他人の満月の夜には、雪女が多くの童子を連れて、野に出て、遊ぶので、子供の外出を今めるという。このように、雪女を山馬と同じものとして扱うところも多く、多くの童子を連れるという多産の性質も、山馬のそれに類似している。和歌山県糸地方では、雪の降り積む夜には一本足の子供が飛び歩くので、翌朝に、円形の足跡が残っているといい。 これを、雪んぼうというが、一本足の童子は、山の神の使いとされている。鳥取県東白郡ソロク村の雪女は、淡雪に乗って現れる時に、氷ごせ湯ごせくれ、くださいという意味の方言と言いながら白兵を振り、水をかけると膨れ、湯をかけると消えるという。奈良県吉野郡と塚の流域でいう、お白いばあさん、お白いばばあも雪女の一種と思われ、 鏡をじゃらじゃら引きずってくるという。これらの白兵を振るという動作や、鏡を持つという姿は、生産と法上を司る山の神に仕える、巫女としての性格の名残であると考えられる。実際に、青森では、雪女が正月3日に里に降り、最初の卯の日に山に帰ると言われ、卯の日の遅い年は作柄が変わるとされていた。岩手県や宮城県の伝承では、雪女は、 人間の正器を奪うとされ、新潟県では子供の生き疑問を抜き取る、人間を投資させるなどと言われる。秋田県西もないでは雪女の顔を見たり言葉を交わしたりすると食い殺されるという。逆に茨城県や福島県いわき地方では雪女の呼びかけに対して返事をしないと他にそこへ突き落とされるという。福井県でも腰娘といってやはり呼びかけに対して 背を向けたものを谷へ落とすという。岐阜県伊比郡伊比川町では、雪の道という目に見えない怪物が雪女に姿を変えて現れるという。山小屋に現れて、水をくれというが、求めに応じて、水を与えると殺されてしまうので、熱いお茶を出すべきとされる。またこの雪の道を追い払うには、先黒文字にごぼうし、締め付け入いたら、いかなるものも、可能前と唱えると良いという。 正月元旦に、人間界に、雪女が来て帰っていく、青森県弘前市の伝承や岩手県東野市の、小正月、または、冬の満月の日に、雪女が多くの子を連れて遊ぶという伝承から見ても、このような人間界を訪れる日から、雪女の年上的性格を伺うことができる。吹雪の晩に雪女を親切にもてなしたところ、翌朝、雪女は、 黄金と化していたという、大年の客系の昔話の存在も雪女の、年神的性格と無縁ではない。雪女は子供を連れて出現することも多い。同じような子連れの妖怪、三女の伝承とも通い合う。山形県最上群では、三女を雪女だと伝えている。イルイ,ン,インタンの類型の物語に登場することも多く、小泉役者、雪女のように、 山の漁師が、泊まり客の女と結ばれ、子供が生まれ、嫁にうっかり、雪女と結んだタブーを口にしたため、女は自分こそ雪女だと明かすが男との間に、生まれた子がいたため殺さず、子に一万一のことがあったら、ただでは済まさぬからそのつもりでと告げて、姿を消すタイプの昔話のパターンは、新潟県、富山県、長野県に伝承があり、その発端は、山の金を破ったために、 山の精霊に殺されるという山人の怪異端に多い。雪女の伝説は、三人の怪異端と雪女の怪異端の複合により、生まれたとする説もある。雪女の昔話は、ほとんどが哀れな話であり、このない老夫婦、山里で、一人者の男、そういう人生でわびしい者が、吹雪の戸を叩く音から、自分が待ち望む者が来たのではと幻想することから、 始まったと言える。そして、その待ち望んだ者と一緒に暮らす幸せを、雪のように儚く幻想した話だという。それと同時に、威風の感覚もあり、塔の物語にもあるように吹雪が、外障子を叩く音を、障子さすりと言い、雪女が障子を撫でていると、袖の子を早く眠らす、習俗もある。障子さすりのようなリアルな物言いにより、 待ち望む者の,の訪れと恐怖とは背中合わせの関係であると言える。また冬などの季節は神々の訪れであり、褒めなければひどいことになりかねず、待ち望むと言ってもあまり信用してはならない。何にせよ季節の巨来と関係した話と言える。風のまたサブロなどともどこかでつながるのではないかと、国文学者、古橋信隆は述べている。雪女の正体は雪のせい。 雪の中で生き倒れになった女の霊などと様々な伝承がある。山形県省国地方の説話では、雪女郎は、元は、月世界の姫であり、退屈な生活から抜け出すために、雪と共に地上に降りてきたが、月へ帰れなくなったため、雪の降る月夜に現れるとされる。江戸時代の知識人、山岡元となりは、雪女は、雪から生まれるという。 物が多く積もれば必ずその中に生物を生ずるのが道理であり、水が深ければ魚、林が茂れば鳥を生ずる。雪も影、女も影であるから、越後などでは深い雪の中に雪女を生ずることもあるかもしれぬと言っている。日本の伝統文化の中で、雪女は、高赤の伏見時はなどに見られ、近世には確認できる。 近松門左衛門の雪女五枚羽子板がありだまされ残殺された女が雪女となり復讐する話である。雪女の妖艶で精算な漢字がうまく使われている。昔話、伝承では青森、山形、秋田、岩手、福島、新潟、長野、和歌山、愛媛などで確認されている。小泉八雲が階段の中で雪女伝説を紹介している。 この話は、武蔵の国、西多摩郡調布村の百姓が私に語ってくれたものである。武蔵の国のある村に、茂作と美乃吉という二人の木こりが住んでいた。茂作はすでに置いていたが、美乃吉の方は、まだ若く、見習いだった。ある冬の日のこと、吹雪の中帰れなくなった二人は、近くの小屋で寒さをしのいで寝ることにする。その夜、顔に吹きつける雪に、 ミノキチが目を覚ますと、恐ろしい目をした白ずくめ、長い黒髪の美女がいた。ミノキチの隣に寝ていた茂作に、女が白い息を吹きかけると、茂作は凍って死んでしまう。女はミノキチにも息を吹きかけようとミノキチに、覆いかぶさるが、しばらく、ミノキチを見つめた後、笑みを浮かべてこう囁く。お前も、あの老人のように殺してやろうと思ったが、お前は、 まだ若く美しいから、助けてやることにした。だが、お前は、今夜のことを誰にも言ってはいけない。誰かに言ったら命はないと思えそう言い残すと、女はともしめず、吹雪の中に去っていった。それから数年後、美の吉は、お雪と名乗る、雪のように白く、ほっそりとした美女と出会う。二人は、恋に落ちて結婚し、二人の間には、子供が十人も生まれた。しかし、 不思議なことに、おゆきは十人の子供の母親になっても全く老いる。様子がなく、みの吉と初めて出会った時と同じようにはかく美しいままであった。ある夜、子供たちを寝かしつけたおゆきに、みの吉が言った。こうして、お前を見ていると、十八歳の頃にあった不思議な出来事を思い出す。あの日、お前に、そっくりな美しい女に出会ったんだ。 恐ろしい出来事だったが、あれは夢だったのか、それとも雪女だったのか。美乃吉がそう言うと、お雪は突然立ち上り、叫んだ。お前が見た雪女はこの私だ。あの時のことを誰かに言ったら殺すと、私はお前に言った。だが、ここで寝ている子供たちのことを思えば、どうしてお前を殺すことができようか。この上は、せめて子供たちを立派に育てておくれ。 この先、お前が、子供たちを悲しませるようなことがあれば、その時こそ私はお前を殺しに来るから、そう言い終えると、お雪の体はみるみる溶けて、白い霧になり、煙出しから消えていった。それきり、お雪の姿を見たものはなかった。小泉役物描く、雪女の原伝説については、東京、大久保の家に奉公していた東京府西多摩郡。 調布村出身の親子から聞いた話が元になっていることが分かっている。この地域で告示した伝説の記録が発見されていることから、この説は信憑性が高いと考えられ、2002年には秋川街道が玉川をまたぐ大梅市場、長渕の調布橋の田元に雪女園の地の石踏みが建てられた。表側には、碑文が刻まれ、裏側には、 雪女の和栄両方の序文と小泉の肖像が刻まれた名盤がはめ込まれている。江戸時代の日本は現在よりも気温が低く、現在の東京と多摩地域に相当する地域は冬に、大雪が降ることも珍しくなかった点から、気象学的にも矛盾しない。季語としての雪女は冬の季語である。分類は天文。雪国で雪の夜に出ると言われる妖怪を指す。 ご季語としては、雪女郎、雪坊主、雪のせいがあるが、歳時期や時代感覚によっては、雪女に変えて、雪女郎をこれらの季語の親季語に立てる。要するに、その時代においてどちらがより主たる言葉であるかという問題であるため、これについて明確な答えを出すことは難しい。ありがとうございます。